虫歯クリニック北浦院長の大塚と申します。今のうちの中の状況がこういうシミュレーションで上がってきています。でワイヤー矯正とマウスピース矯正で悩まれているということで、マウスピース矯正のまあメリットとしてはやっぱり通院回数が毎月通わなくても問題ないということと、あとは矯正力もワイヤーよりはかからないので、あの痛みが出づらい、あとは見た目ももちろん心理的というところがメリットになります。あとお掃除もワイヤーと違ってフロスとかも通りますので、まあ、虫歯のリスクもワイヤーよりは低くできるのかなというところがメリットですね。ただデメリットとしては、ご自身で付け外しをしてもらうので、まあ、サボってしまうとその分だけ動かなくなってしまうので、1日20時間以上付けないといけないですから、そのあたりはちょっと頑張っていただけるといいのかなというところですね。では術前の説明は以上です。じゃあ今日マウスピースできてきたので今日から治療開始するんですけども、初めてマウスピース入れるタイミングっていうのは2、3日はやっぱり圧迫感がどうしてもあります。その圧迫感はやっぱ形の違いからしばらくはあるんですけど、まあお痛みがすごい強いようであれば、まあ、ちょっとご遠慮いただいて、まあ、2、3日つけてもらえればだんだん馴染んでくるので、でマウスピース入れて初めのうちはあの注意って言って、あのゴムの弾力のあるものをまあこまめに噛んでもらうと、あの密着が増して、まあ、より動きも速くなるので、まあ、暇なお時間あればなるべく噛むようにしていてもらうということが大事なのと、あとは、まあ、食事の時と、歯磨きする時以外はなるべくつけておいてもらうみたいな形ですね。で1枚のマウスピースにつけていただく期間はだいたい1週間から10日ぐらい、あまりつけれなかったらちょっと長めに1枚あたりつけてもらうようにお願いします。あとはこのアタッチメントが取れてしまうこともあるので、その場合はすぐにちょっと連絡いただければすぐつけますので、まあ、プラスチックなので取れてもすぐつけられますから、まあ、そういう時はちょっとご遠慮ください。で今日はこれで以上になりますので、ちょっと頑張っていきましょう。歯並びで悩まれている方には矯正の無料シミュレーションも行っています。お気軽にご相談いただければ、どういった綺麗な歯並びになるかの、シミュレーションもできますので、あとはワイヤー矯正、小児矯正も扱っており、マウスピース矯正も患者さんに合ったメーカーを取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。